お世話になっております、マサルです。今回はスイッチに IP アドレスをつける理由について一緒に勉強していこうと思います。実はスイッチは IP アドレスの設定をしなくてもスイッチとしての機能は十分に果たしてくれています。ネットワークを勉強し始めた方にとってはよくわからないなというテーマだと思いますが、話を聞けば現場のイメージが少し湧くかもしれません。それでは始めていきましょう。まず大前提として先ほども言いましたが、スイッチは IP アドレスを設定しなくてもスイッチとしての役割を果たしてくれます。スイッチとしての役割というのは、送られてきたフレームの MAC アドレスの情報を見て、管理している MAC アドレステーブルの中の情報をもとにポートからフレームを送信する役割です。もしスイッチに何かトラブルがあった場合、管理者はスイッチのコンソールポートに物理的に接続して状況を確認したり設定変更をすることができます。わざわざスイッチに IP アドレスを設定しなくてもスイッチとしての役割を果たしてくれていて、管理者も接続して設定をしたり状態を見ることができるんですね。しかし実際にネットワークを運用するときにはほぼ必ずスイッチに IP アドレスをつけます。 IP アドレスが必要なさそうなんですが、なぜ IP アドレスが必要なんでしょうか。理由はスイッチに IP アドレスをつけることで運用負荷を軽減することができるからです。例えばあなたは5階建ての会社のネットワークを管理している管理者です。各フロアにスイッチがあります。あなたのデスクは1階です。5階のスイッチを使っている部署の人から通信ができなくなったというトラブルの報告がありました。もしスイッチに IP アドレスがなければ、わざわざ5階まで行って物理的に PC とスイッチを接続して状況を確認する必要があります。トラブルがあるたびに機器の前に行くのは効率的ではないですよね。そこでスイッチに IP アドレスをつける理由が生まれます。もしスイッチに IP アドレスを設定していれば、テルネットや SSH を使って自席からリモートログインすることができます。リモートログインができれば対象の機器の前まで行く必要がないので管理者も楽ですし、移動時間がない分早急な対応が見込めます。さらにリモートログインだけではなく、監視という面でもスイッチに IP アドレスをつけるのは必須だと言います。 SNMP というネットワークの管理や監視を行うプロトコルがあります。 SNMP は各機器が持っている IP アドレスに対して通信を行い、機器の監視などを行います。もしスイッチに IP アドレスがなければ監視をすることもできません。このような理由からスイッチには IP アドレスをつけています。まとめると、スイッチは機能として IP アドレスは必要ないのですが、スイッチをネットワークの機器として運用していくためには IP アドレスが必要ということです。では実際にスイッチに IP アドレスを設定してみたいと思います。今回も手順に沿ってやっていきたいと思います。まず手順の1、 PC0 からサーバー0にピングを打ってみたいと思います。では PC0 からサーバー0に向けてピングを打ってみたいと思います。はい、問題なくサーバー0から応答が返ってきていることが分かりました。この結果から PC0 とサーバー0はしっかり通信できていることが分かりました。ではこの経路の途中にあるスイッチ1に IP アドレスをつけてみたいと思います。スイッチ1には 192.168.4.3 の IP アドレスをつけてみたいと思います。まだ IP アドレスをつけてないので、念のため PC0 からスイッチ1につける予定の 192.168.4.3 にピングをしてみて確認してみたいと思います。ピング 192.168.4.3 実行します。はい、まだ IP アドレスは設定していないので通信はすべて失敗しています。ではスイッチ1に IP アドレスの設定をしていきます。スイッチ1をクリックして CLI のタブから設定をしていきましょう。まずユーザーモードから特権モードに変更します。 Enable ですね。設定変更を行うのでコンフィグモードに移行します。コンフィギアターミナルと打っていただいてもいいですし、省略でコンフティと打っていただいても大丈夫です。コンフィグモードに移行しました。スイッチの IP アドレスはスイッチが持っている物理的なポートに設定するのではなく、仮想的なポート、今回は VLAN1 というポートに設定します。 VLAN の話はまた別の動画で詳しくお話します。インターフェース VLAN1 というのはこのような物理的なポートではなく、スイッチの内部にある仮想的なポートだと思ってください。
ではインターフェースの VLAN1 に設定を行いたいので VLAN1 を指定します。インターフェース VLAN1 に IP アドレスを設定します。 IP アドレス 192.168.4.3.255.255.255.0 入力できたらエンターを押して IP アドレスの設定の完了です。すいません、作業漏れがありました。皆さんはこのタイミングでノーシャットダウンを実行してください。では IP アドレスの設定ができたので PC0 からスイッチ1に向かってピングを行ってみたいと思います。 PC0 からスイッチ1192.168.4.3 に対してピングを行います。はい、ピングを行いましたが残念ながら通信は全て失敗してしまっているようです。ではここで皆さんに考えてみていただきたいのですが、PC0 からスイッチ1に対するピングはどうして失敗してしまったんでしょうか。 PC0 からサーバーへの通信は成功していました。スイッチ1に対して正しく IP アドレスを設定することが今できています。しかし PC0 からスイッチ1へのピングは失敗してしまっている状態です。少し時間を置くのでどうして失敗しているのか考えてみてください。正解はスイッチ1にデフォルトゲートウェイの設定がされていないからです。デフォルトゲートウェイについては過去動画で説明していますが、デフォルトゲートウェイは自分自身のネットワークと外部のネットワークをつないでくれる入り口です。 PC0 のネットワークとサーバーのネットワークは別のネットワークなので、ルーターに通信を中継してもらう必要があります。ルーターに通信を中継してもらうための出入り口としてデフォルトゲートウェイを設定してあげないと、スイッチ1は自分のネットワーク外の通信をどのように処理していいか分かっていない状態です。なのでスイッチ1にデフォルトゲートウェイを設定してあげましょう。手順の5に移っていきます。スイッチ1にデフォルトゲートウェイを設定します。今は VLAN1 を設定するモードになっているので一度このモードから抜けます。 Exit と打ってコンフィグモードに帰ってきてください。ここでデフォルトゲートウェイの設定をします。コマンドは IP デフォルトゲートウェイで 192.168.4.2、 ここの IP アドレスを指定してあげます。エンターを押します。するとデフォルトゲートウェイの設定ができてピングができるようになっているはずです。ではピングをもう一度やってみましょう。 PC0 からスイッチ1に向けてピングを行います。今通信を行ってみましたが全てまだ失敗してしまっているようです。この失敗は完全に私の想定ミスだったんですが、よくよく調べてみるとスイッチ1の VLAN のインターフェースをノーシャットダウンする必要がありました。スイッチ1で設定したインターフェース VLAN1 をノーシャットダウンする工程を今からやります。スイッチ1で conft でコンフィギュアモードに移行したらインターフェース VLAN1 を指定します。ここで先ほど IP アドレスを設定しましたが、インターフェースの VLAN1 はデフォルトの設定でシャットダウンされている状態です。なのでシャットダウンされている状態から解放しなければいけないので No Shutdown というコマンドが必要でした。すいません、 No Shutdown を実施してください。新しい手順の中にはこの No Shutdown の項目をこのように貼っておくことにします。では No Shutdown ができた段階でもう一度ピングをやってみましょう。PC0 からサーバー0に向かってピングを行います。すると無事に通信することができました。はい、少しハプニングもありましたが、スイッチに IP アドレスをつけるときには物理的なインターフェースではなく VLAN につけてあげます。そして VLAN はデフォルトでシャットダウンされているのでノーシャットダウンが必要です。さらに IP アドレスをつけただけだと外部ネットワークと通信することができないので、しっかりデフォルトゲートウェイの設定までしてあげましょう。それでは実習は以上です。最後に今回の学習内容をまとめておきましょう。今回はスイッチに IP アドレスをつける理由をテーマに一緒に勉強しました。 L2 スイッチは機能として IP アドレスは必要ありません。ただ L2 スイッチを運用するためには IP アドレスの付与が必要です。主な用途としてはリモートログインをするためであったり、あとは機器を監視するために IP アドレスが必要です。実際に VLAN1 に IP アドレスを今回は付与してもらいました。スイッチに IP アドレスをつけるときには管理インターフェースと言われる VLAN1 に IP アドレスをつけることが多いです。 IP アドレスをつけた後はノーシャットダウンを忘れないようにしましょう。さらにスイッチにはデフォルトゲートウェイを設定しないと外部のネットワークと通信することができないので、しっかりデフォルトゲートウェイの設定もしましょう。デフォルトゲートウェイを設定するためのコマンドは IP デフォルトゲートウェイです。
それでは今回はスイッチに IP アドレスをつける理由をテーマに一緒に勉強しました。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。